はい、ということで続きでやっていきます。秋の24日土曜日ですね。ちょっと今日は土曜日なのでゴッツさんに増築のお願いをするには早いかもしれませんが、その間にしっかりと資材を貯めていきたいなというふうに思う次第です。そしてそろそろまたさつまいもの収穫が来るんじゃないかなと踏んでいます。どうでしょう。さあ、一面紫色の芋畑になっていると嬉しいな。なってるねー。やったぜ。まだ今日も忙しくなるぞ。まあ、よく言えば日曜日に出てきてくれた方が、あれなんですけどね。どうせカレンちゃんとお話しするのが難しい日曜日に来てくれる方が嬉しいんですが。ということで、ここは素早く高速化をお願いします。よし、これでいいかな。よし、では収穫ようやく終わりましたね。次は水やりだ。ここになっちゃうんだよな。よし、さて水やりも終わりましたが、すっかり時間が遅くなってしまいました。これだとちょっとカレンちゃんに話しに行くのはちょっと、まあ多分いるとは思うんですけど、今日はいいかな。ちょっと他の仕事でまた時間取られるのも嫌なんでね。行きまーす。よし、今日のお仕事終了です。さあ、明日日曜日で多分カレンちゃんと会うのはまあ明日も難しいでしょうね。そしてやることも多分変わらず、ゴッツさんにもお願い、お仕事依頼は難しいと思うので、まあ明日の分は、本当に、まあ今までと同じであればカットでやっていくと思いますのでお願いします。編集のお礼よ。何度もすまないな。おはようございます。秋の日曜日だ。25日だぜ。天気予報をご覧ください。またもや晴れです。音楽が変わらないということは、すなわち編集してもバレないということだな。一瞬なんかイベント来るかなと思ったけど、おお、やっぱり実っちゃってるな。実っちゃってるけど、あ、なんか来たぞ。イベントないからと思って油断してたらなんか来たぜ。なんですか。なんだっけ、あのおばあちゃんの話かな。ああ、エリーのおばあさんのエレンに宿屋のアップルパイを届けてほしいんだ。ああ、なんかあったような気がするな、そんなの。隣町で用事があるんで引き受けてもらえるかな。なんで秋ってこんなにお願い事いっぱい来るんだろうな。はあ、なんかな、ちょっとした嫌がらせのようなものを感じるぞ。秋が一番忙しくなるっていうのはみんな分かってるはずなのにな。なるほどな。まあこういうのもあるんですが、ちょっと僕は芋以外をプレゼントするというのをしない方針なので、申し訳ないが、引き受けてくれると思ったんだが、僕は当たってみるよ。すまないな、ヒゲよ。あとね、ちょっとこの手の話で時間を食いすぎると、ね、めんどくさいということをもう学習したので、すまないが、パッと断らせていただいて。でもこんなにいろいろ来るもんなんだな。さーて、そして日曜日で、あれなんですよね、カレンちゃんと会うのが難しいこのタイミングで、またさつまいもなっちゃったんだよな。プレゼント用に用意しておいたさつまいもが。
ということなんで、これはもう出荷してしまおう。またちょっとでもお金稼ぎに活用するという形でやってしまおう。どっちにしろプレゼント用として使わなかった分は出荷しちゃうので、まあその一環だと思えばいいんじゃないかな。さつまいも、そうだな、秋の中旬から育て始めてもう2回目の収穫タイミングが来るってことは、やっぱりさつまいもは使い勝手がいいよな。あと5日であるでしょう。もう1回来るよな多分。ほんとどんだけさつまいもは出荷可能なんだ。さつまいも、すなわちそれは人類最強の作物であると言っても過言ではない。過言だ。でもさつまいもって美味しいよな。芋が美味しいからな、基本的に。みんな大好きでしょ。みんなかどうかは知らないけど、少なくとも俺は大好きだ。小学校の調理実習とかでスイートポテト作るとかってやりませんでしたかね。あれ大好きだったな。スイートポテトがあれ以来好きになってずっと食べるようになった。そんな話は置いといて、一応チェックするかな。もしもお仕事のお願いができるのであれば、今日のうちにしてしまってもいいしな。ゴッツさんいる。仕事は休憩中でした。案の定仕事を引き受けてくれない日曜日のゴッツさん。まあ普段仕事してるからいいんじゃないかな。よいしょ。しかしよくよく考えると、ここって完全にゴッツさんの私有地っぽいんだけど、そこにあるキノコやらを勝手に持っていったり、毎日のように生えてくる切り株を切って資材にするとかっていうのはやっていいのか。まあいいのかな。ゴッツさんも多分超裕福だろうしな。大体売るほど資材持ってるくらいだしな。よし。ではお家へ入って、あともう一日くらいやって終わりかな。よいしょ。よし、戻ってきました。とりあえず今日あったことは、先ほどのトーマスさんのアップルパイ届けてほしい大事件だけでしたね。他は特に他と変わらない、いつもと同じだったので、まあ、あのジョコッツさんに仕事の依頼もできませんでしたので、ここは多分カットになっている頃ではないかなというふうに思います。で、そうですね。明日は今度こそ、ゴッツさんに仕事の依頼をするということで、資材のチェックをしておきましょう。463。またもうだいぶ溜まりましたね。そしてお金が3万9000。いい感じですね。じゃあ冬に入る頃くらいには自宅の改築が終わってるんじゃないかなと思います。ということで、あと1日やってコンパートは終わりにしよっかな。おはようございます。さーて、秋の26日だ。今日も京都で可愛いポテト。そういえばまたポテトを外に出してあげなきゃっていうのを忘れてたな。そろそろ出してあげるか。ずっとお家の中でも退屈でしょうね。はい、ポテト、よいしょ。さて、では水やりをやるか。しかしもう、私ほどの熟練度になれば、もう水やりもシュッと一瞬で終わってしまいますからね。ちょっと見ててください。よし。さすがの素早さですね。ミスリの上路ならではの技術と言えるでしょう。さあ、そんなことはどうでもよく、編集でどうなってんだろうな、ここ期待してるぞ。さあ、水やりも終わって、まあ今日もまたカレンちゃんとお話ですね。カレンな、ちょっと芋がな、プレゼントするタイミングがちょっと収穫の時期と合わなくて、あんまりあげられなかったけど、まだ仲良くなれないかな。おお、ヨーテルさんがいる。
てと、秋のうちになぁ、もう一個ハート大きくなってほしいなぁ。なんか新しいのが見たいよ、カレンちゃん。どうも。まだよそよそしいな。ワインあげないのそんなに怒ってんの？お前とは仲良くしてやらねえ。ワインくれねえからな、みたいな。そんな嫌な子ではないけど。悔しいなぁ。冬の間にアプローチをかけ続けるしかないかなぁ。でも冬はなぁ、どうせ。イベントぐらいでしか参加しないとかでいいと思うんだけどな、切り株切って。で、秋のうちに貯めておいたお金を使って、増築を進めてみたいなね。それがいいと思うんだ。あ、そうだ、月曜日だからお願いするんだったな。忘れてた。もう。よいしょ。あー、しまった。動いてしまった。これで体力のバランスが悪くなる。これ切り倒すまで斧を振るとその分の体力がドカッと減るのか？いや、変わらないよな。まあいいや。さーて、11時になったぞ。こんにちは、ゴッツさん。今日こそ自宅の増築をお願いしたいと思います。41,100円、これだけあれば十分でしょう。47,000と資材が370本必要だが、いいか？問題ありません。このために貯めてきましたからね。まだ36,000もある。増築は明日から始めるからな。よーし。まあ、秋の間にというのはさすがに難しいかもしれませんが、冬入りたてのぐらいのタイミングで増築が完了する頃だと思います。そのままで、楽しみに待ちたいと思います。それはよくって、今日も京都で切り株を切り倒して資材を集めるお仕事だ。正直なことを言うと、もうちょっと切り株の位置がな、近ければいいのにと思う。12本と考えると結構な量あるから、それが、切りに行くだけでも時間かかってしまうというのは大変なんだよな。まあ、あとこの、山道なんでこんなくぼんでるんだろうな。何が通った跡なんだろう。普通の人通りの道だったらこんな形にくぼまない気がするんだが、そうでもないのか。えいや、えいやと。よし。しかしこれは温泉入った方がいいかな。いや、体力的には多分足りるんだけど。いや、次の日に別体力、疲れは残らないでしょう。と信じたい。ああ、ガッくん。ここで倒れたらメイちゃんにトラウマを与えかねないぞ。大丈夫か。いや、大丈夫なはずだ。ああ、よかった。ギリギリっぽいな。よし、じゃあ今日のお仕事も完了。ちょっとだけポテトと遊んでおくか。わーん。ありがとう。もう一回だ。いやー、賢いな。こう丸々と大きくなるとその可愛らしさがより見やすくなってね、いいね。あ、後ろ姿がやっぱりいいな、このワンコは。あと、このボールを加える瞬間のパクっていう動きな。あー、いいわ。癒されるな。まあ、明日も晴れですし、ちょっとお外でね。
伸び伸びと過ごしててもらいましょう。よし、じゃあ今日はここまでで大丈夫でしょうかね。明日からはまあまたちょっといつも通りになるかな。そうですね、まあ多分プレゼントとかでカレンちゃんにお話をするとかそういうのがなければもうスパパーンと早送りカットでまだ今まで通りとなると思いますが、よろしくお願いいたします。ということで今回はここまでです。ありがとうございました。